メガモール、あれがショッピングモールね。フロアマップ、分からん。エレクトロニクス、ジュエリー、エンターテインメント、一応分かれてんだ。 OK、 なんかよく分かってないけど、よく分かってない、行こう。まあどっちかっていうとね、家電製品とか好きだからこっちの方見ちゃうけど、とりあえずね、変圧器じゃなくてコンセントの変換欲しいんだよね。ちょっと見てみよっか。サムスン LG、 え、チャンチャンホン、キーボード、お、 PS4、マウスがあった。有線。Bluetooth マウス買ったら欲しいんだけど。ワイヤレスじゃない。Bluetooth。多分でも値段って日本と変わんなくない？あー、ロジテック欲しいね。Bluetooth じゃないな。これ Bluetooth じゃない？値段が書いてない。疲れてきました。3階行ってチラッと見たら、あとは反対の方かな、反対の方行って上へ帰ろうかな。50ラリーってことは、少し2000円ぐらい。スーツケース。壊しちゃったから、入るとき買わないといけないかも。この大きさで200ラリーだから、日本円だと8000円ぐらい。この大きさって考えたら結構安めかな。ちょっと大きさ小さいと150ラリぐらい。ちょっとね、表面が気持ち悪いかもしれない。アルミフレームがいいんだけどね。ああ、そこに差し出すんだ。42ラリってことは1600円ぐらいか。あ、悪くないかも。冬だからかな、なんか色使いがちょっとおとなしめが多くない？もうちょっと明るい色ってないのかな。34ラリ1000円ぐらい。独特だね、色使いが。色使いか、模様が独特。
こっち行くと駅だね。ホテルって書いてあるけど、駅ホテルどっちだ。駅でした。あ、これなら読める。クタイシ、トビリシ、オンタイム。トビリシからクタイシまで行けんの。あ、読めない。ここが駅で、駅の待合室かな。なんか雰囲気がちょっと、なんつうんだろう、陰気臭い感じ。なんでかな。あ、プラットフォーム。なんかタバコ吸う場所になってる。フードステーション。今のところあんまりニーズないけど行ってみようか。あれ見たことあるぞ、朝食の時に。おー、フードコートね、フードコート、うん、ラノバ。こっちの方が色使いは明るくていいね。東京。あ、でもこれ部屋着にいいかも。40ラリだから CC 1600円ぐらいか。上下セットで3500円ぐらいで。少ない？寒くない？薄くない？寒くない？やっぱり色使いはなんかちょっと違うね。こっちは落ち着かないね。クリスマスだからか。一番下に来るとこうアングラ感が高まるんだよね。ケバブが6ラリ、8ラリ、10ラリ、240円ぐらいから200円ぐらいっていうのは結構お買い得かもね。はい、野良犬。今見てきたところが、トビリシの駅で、ここからクタイシとか、まあ、他のエリアに行くことができるんですね。電車で行く場合、うん、でもね、多分飛行機の方が早いです。いつかちょっと利用してみようかなと思ってるんですけど。じゃあ、駅からちょっと道を変えて、自分の宿のところに戻ろうかなと思います。この景色ともお別れだけど、結構ね、1週間も経ってないけどまだ過ごさせてもらって、うん、
非常にバルコニーの眺めも良かったけど、次もね、バルコニーっぽいものがある物件選びました。